猿タギは、大韓民国の独立運動家、政治家。本願は高齢紳士。号は、正宗。韓国の国防部長官だった頃、李承晩の前でよく涙を流していたので、落瑠長官と呼ばれていた。軽症難道に生まれる。1910年に、広瀬法律専門学校を卒業し、同年日韓併合がなされると、ウラジオストクへ亡命。 サルサイ・ヒロシと同郷の先輩である、アン・ヒロシズミの指導のもと、抗日独立運動に身を投じた。1913年には、上海へ渡り、故障商船学校公開課を終了、一時、中国海軍の本部で勤務した。1919年からは、大韓民国臨時政府の軍事委員会に勤めたが、同年アメリカに亡命していた、李承番が、ウッドロー・ウィルソン大統領へ、 朝鮮に対するアメリカの委任統治請願を書面提出したのに憤慨して、僕広島や野新宿と共に、李商番を休断する声明を発表した。1923年には、臨時政府の秘密連絡先だった香山商会への独立資金伝達事件で、日本の警察に逮捕され、本国に移送された。1925年に釈放されると、イギリスへ渡り、 ロンドンの海洋大学で一等航海士の資格を得た。1930年からは、ロンドンとインドを往復する定期化客船の船長となり、第二次世界大戦の最中は、インドの商船会社の顧問に就任し、ムンバイに滞在した。独立後は、大韓青年団団長や交通部諮問委員などを歴任し、1948年12月、第二大内務部,部長官、 1949年3月、派閥がなく、清廉潔白で、軍事知識は補佐官で補えるとの理由から金、赤元と任英心に推薦され、第2代国防部長官に任命される。全民の李半石が新設した機構を次々と廃止した。第4局を廃止し、徴兵制の採用を理由に、五国軍を解体した。李半石の民族青年団、 池聖天の大同青年団を解散させて、大韓青年防衛隊を創設して自ら団長に就任した。しかし、徴兵制の施行は、予算や事務の都合で、1950年6月1日に、軍事援護法施行令が発布されるまで、有効に実施できず、大韓青年防衛隊はすぐに瓦解して、予備軍としての役割を果たさなかった。1950年4月、 李論席が総理を辞めると、猿が代理となり、ほとんど総理職に専念し、国防はおろそかになっていった。国防部長官在職当時の1949年7月17日には、大韓青年団訓練場において、軍は大統領から命令を待っており、命令さえあれば1日のうちに、平壌や元山を完全に占領することができると発言した。 その発言が問題視されると、自分の発言が誤解されたと弁明したが、同年9月初旬にも、来るべき時を待つだけで、準備は完了していると発言した。韓国戦争史は、侵略が有料される状況になっても、国防準備については、豪固と相互するだけであったと述べている。1950年6月25日、朝鮮戦争勃発。 翌26日の軍事経歴者緊急諮問会議では敵の攻撃は威力偵察らしいから撃退してこの際北進すべきだと途方もないことを述べた。2日後の6月27日午前4時に開かれた国務会議においては戦況に関しては何もわからないと発言した。1951年に発生した今さ義民、虐殺事件の際は当時戒厳司令官だった。 金総原と一緒に事件をうやむやにしようとしているとして非難を浴び、加えて国民防衛軍事件が発生したことから国防部長官を解任された。その後は1956年11月28日から1960年5月29日に亡くなるまで海洋大学校校長を務めた。ありがとうございます。